みなさんこんにちは、エリカです。前回は5歳若返るプチメイク術っていうのをご紹介したんですけれども、それを見てくれた友人からですね、まあ私33歳っていうふうに前回言ったんですが、すっぴんの肌が私は綺麗だとは思ってないんですが、同年代の友達から見ると、まあ、肌のたるみとかそういったものがないねっていうことで、どういうスキンケアをしているんですかっていう、まあ教えてほしいっていう要望があったので、今日は、メイクじゃなくてスキンケアの方法を伝えたいと思います。ただ、私はもともと美容業界にいたので、いろんな知識はもちろんあるんですけれども、まあ、今業界から離れてますので、自己流のスキンケアをご紹介したいと思います。で、まあ、確かに、なんだろう、いろんな美顔器とかも使っているんですが、やっぱりお金もなくて綺麗になりたいっていう女性はたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方にお答えできるようなスキンケアをご紹介していきたいと思います。やっぱり30代過ぎるとどうしても肌の老化、まあ、私もそうなんですけど、ほうれい線とか毛穴とかシミとか、まあ、シワとかね、そういう肌悩みっていうのはどん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 増えてきますので、それをどういうふうにスキンケアをしていったら、まあ、若く美しくいられるかっていうことをご紹介していきたいと思います。で、私が普段使っているスキンケアは高くないです。正直今最近ハマってるのは韓国コスメのミシャさんのシリーズ、漢方のシリーズですね。こういったパッケージのシリーズで、割とどこにでも置いてあると思います。インターネットとかで調べてもあると思うんですけれども、スキンケアのまず、ステップですね。もう洗顔、メイク落としと洗顔は済ましてあります。メイク落としと洗顔は必ず、しっかりとしていただいて、肌の不要な汚れはしっかりと落としてください。アイメイクをされている方は目元用専用のこういったクレンジングを使って、しっかり目元や口元の化粧は落としてください。そうしないとそれがシワやシミの原因になります。はい、では、普段私がやってるスキンケアはまずこれですね。化粧水をつける前の導入美容液、プラセンタが入ってる美容液、これはちょっと高級です。いただき物です、父からので。これをつけてから化粧水をつけて、その次にこれはドクターシーラボさんのヒアルロン酸原液です。ヒアルロン酸っていうのは肌に潤いをたっぷりと保持する力がありますので、私はこれを愛用してます。で、その後にこちら、これもいただき物なんですけれども、まあシワとかそういったものにいいですよっていう美容液を使ってます。そしてその後に乳液、クリーム、夜の手入れではクリーム、そして目元、だいたいやっぱり一番年齢が出やすいのは目元とか口周りなので、そういったところに部分用のシワ予防美容液を使ってます。でも今日は、ちょっとこれを全部使ってしまうと皆さんがそんなに使えないよって思ってしまうと思うので、とってもシンプルケアで、必要最低限の化粧水、乳液、クリームのつけ方をご紹介していきます。はい。で、必ずお願いしたいことは、化粧水はコットンでつけてください。
まあ、中にはメーカーによっては手でつけてくださいというのもあるので、これはあくまで私の経験で言っています。で、こういったコットンの種類によっては逆に肌に悪い影響を与えてしまうものもありますので、コットンはちょっといいものを使ってあげましょう。で、今洗顔もしてありますので、コットンをこの中指と薬指に挟みます。ここに化粧水をだいたい500円玉ぐらいの量を取っていきます。ポン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 、500円玉ぐらいの量をたっぷりと与えていきたいので、このぐらいかな、見えますか？まあ、ちょっとコットンが透けるぐらいですかね。で、つける順番は額から生え際までしっかりとつけていきます。そして鼻、目の下、頬、この時にちょっと引き上げながらしっかり水分を与えてあげるのがポイントですね。引き上げることで毛穴がしっかりと開いて水分をたくさん肌の中にごくごくと飲んでくれます。あとは気になるところ全体的によく伸ばしていって、この時にゴシゴシこするのではなくて優しくなじませてください。そしてどうしても肌は重力に逆らって下に落ちてしまいますので、上に引き上げるようにつけていきます。この時に唇も一緒にケアしてあげましょう。で、残った化粧水は首は年齢の物差しと言われていまして、首にシワやちょっとこうブツブツ、まあ、イボっていうんですかね、そういうのがどうしてもできると年齢をすごく感じさせてしまうので、首もしっかりとつけていきます。あとデコルテですね。デコルテというのはここの鎖骨のゾーン、ここまでしっかりとつけていきます。で、コットンでつけることでいらない角質という、まあちょっと汚いんだけれども、こういうちょっと茶色っぽくいらないものもしっかり取りながら水分をしっかりと肌に与えてくれます。で、その後に使っていくのが乳液です。乳液は、まあ、手でもいいんですけれども、コットンでつけた方が実は肌にはいいと言われています。なので今日はコットンを使って、コットンに10円玉ぐらいの量を出していきます。ちょっとこれ固めの乳液なんで振りますね。で、季節によって、あとは肌状態によってしっとりタイプ、さっぱりタイプっていうのを選んでいただくのもいいと思います。私は基本的には、そんなに乾燥肌っていうわけではないんですが、年齢を考えて、あと季節を考えてしっとりタイプを選んでいます。で、乳液は最初頬2点に置きます。ポンポンと。そしたら額、順番に化粧水と一緒ですね。鼻の脇、頬、目の下、目の周り、鼻の下、口周り、あとこのほうれい線の気になるところですね。しっかりなじませたら、ちょっと手で温めて浸透を促します。
今ちょっとこうしっとりしてる感じです。化粧水で水分を与えて、乳液で油分と水分を与えた後に、クリームで潤いの膜を作ってあげます。で、クリームはベタつくから嫌だわっていう方が多いんですが、最近のクリームはとってもよくできていて、とってもさらっとした感触なんですが、これはちょっとジェルっぽいタイプですね。ベタつきもなくて、とても使用感がいいです。だいたい指先に先ほどぐらいの量を取っていただいて、お顔5点に置きます。そしたら、やはり先ほどのように肌を引き上げながら、目の下とかほうれい線のあるところ、優しくなじませていきます。つけ方一つでスキンケア効果がかなり変わりますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。クリームをつけるとかなりツヤとかハリ感が出てきて、満足感のあるしっとり肌になります。こんな感じですね。で、最後、今日はシンプルケアのご紹介なので、最後この目元、口元美容液を使っていきます。だいたい目元片方でこのぐらいの、米粒ぐらいの量を使っていきます。この目の下はシワやクマができやすいですので、目の周りしっかりと引き上げるようにつけていきます。それぞれね、人によって肌悩みが違うので、コメントなんかをくださった方が、その悩みに合ったスキンケア対策がご紹介できるかと思うんですが、今日はまあとりあえずシンプルケアで若々しく綺麗な肌を保つ方法でやってみます。で、ほうれい線のこの部分にすり込みます。くるくるくる、くる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 。で、実は唇も年を取ります。シワっぽくなったり、ちょっとこう口角が下がってみてしまったりとか、唇は体の中で一番皮膚の薄い部分なので悪影響を受けやすいです。なので、リップ美容液とかリップクリーム、あとはこういう美容液でもいいかなって私は思っているので、個人的にはこの美容液をつけてあげます。そうすると、お化粧のノリも口紅のつきも仕上がりも若々しく見えますので、薄くつけてあげてください。ちょっとなじませて。で、これで基本的なシンプルケアが終わりました。で、ちょっと補足なんですが、先ほど首は年齢の物差しとご案内したんですが、私も首ははっきり言って自信がないので、こういう首用の美容液、首のシワやたるみを防ぐ美容液をつけます。やっぱりどんなにいいファンデーションを使ってても、スキンケアがきちんとできてないお肌はファンデーションがよれてしまったり、きれいにつかなかったり、すぐ崩れてしまったりしますので、まずは基本ケアをしっかりしていただくことが重要なポイントになります。
まあ、こんな感じでエリカ流スキンケアが終わりました。いかがでしょうか。もしわからないことやご質問があったら、ぜひコメントをいただきたいと思います。で、今日使ったのは韓国コスメのミシャさんのシリーズ。ミシャさんはいろんなシリーズを出しているので、自分に合ったお肌、まあ、自分の肌に合ったものですね。自分の肌に合った、シリーズを、美容部員さんに相談しながら選んでいただいた方が一番ベストかと思います。次回は、まあ、またちょっとメイク術をやりたいと思うんですが、まあ、リクエストがもしありましたら、ぜひお気軽にコメントください。ということで、今日も大変不細工なすっぴんを晒してしまいましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。